野田学園中学校、高等学校は、山口県山口市野田にある私立中学校、高等学校。学校法人の野田学園が設立、運営している、高等部と中高一貫部がある。以下の部があるが、卓球部、テニス部、バスケットボール部、剣道部、美術部、合唱部、映画部、インターアクト部、ライフル射撃部などは、特に活発である。 男子卓球部は、スポーツ特待生制度が廃止された、仙台育英学園高等学校系列の秀光、中等教育学校より監督と共に部員が転校してきたのをきっかけに、2010年の第37回全国高等学校、選抜卓球大会に初出場初優勝、同年の第79回全国高等学校総合体育、 大会卓球競技大会で団体が準優勝、ダブルスで、平野裕希、吉村サネ組が優勝等の実績を残す。また、第65回国民体育大会卓球競技では、男子卓球部が山口県少年男子代表として出場し、優勝した。2015年により、プロサッカークラブ J2 リーグに所属しているレノファ山口 FC と提携しており、 U-18 部門に所属する選手が投稿に在籍することを原則としている。またサッカー部とは別組織にあたる。概要は、レノファ山口 FC アカデミー及び、全身組織にあたるレオーネ山口の項目を参照。ありがとうございます。